左ページが扉へ、右ページが表題紙扉へは、要所において表題紙と向かい合うページに描かれた絵画である。表題紙と扉は厳密には異なるが、これを同一視する場合、扉の隣のページに描かれた絵が扉へである。解体新書の扉へ扉絵は、本の扉に描かれた絵である。1ページを丸ごと咲くような形式の挿し絵は、 扉絵と似たような性格を帯びる。日本では洋写の形式を模倣して制作された。江戸時代以前の差し入り本には結果的に扉絵になった本もあるが形式として確立したものではない。和本の扉絵の中には源氏物語の影響を受けているものもある。扉絵は研究の対象となることがある。例えば日本において蘭学を切り開いた解体新書には オダの直竹が描いた右の写真のような扉絵があるが、杉田玄白らが翻訳したターヘル・アナトミア、オランダ語版の扉絵とは全く異なっており、原点となった西洋解剖書が何であるかは謎とされてきた。中原は、スペイン生まれのワルエルダの解剖書の扉絵のうち1579年版の図のコピーに解体新書の扉絵のコピーを重ね合わせたところ、 アダムは左手の位置を除いてすべてがイブは寸分違わず一致することを突き止めた。また樋口、中原は日本史家大学に潟いがた学部のイの博物館が保有する黄色の表紙と緑の表紙の2種類の解体新書の扉を分析し、より古いと考えられる基板には緑板には見られない線があることを発見した。ACE870 年以前に ランスで制作されたと思われる装飾者本さん、パオロの聖書には24点の扉絵が掲載されている。印刷本としては、表題紙に建築のファッサード類似の装飾をしたり挿絵を入れたりすることから始まり、16世紀から例が多い。チェコ出身の教育学者、コメニウスは、エイリ教科書、世界図絵を1658年に刊行した。そこに描かれた扉絵には、 楽しませながら教えるの文字があり、同社の目的を端的に示している。日本最古の同伴画は1591年に、すられたローマ字本、サントスの誤作業の打ち抜き楽器の表題紙の中央挿絵であった。中国の明治大清史時代の印刷本の場合、著者の肖像が、規範画で関東に1ページを使ってついていることがあり、一種の扉絵である。 巻古盆の写経などの関東に描かれた絵。平家農協、中村事業など日本では例が多い。印刷された経典でも例があり、東光増経堂でスタインが収集した当の時代に相当する866年の混合藩屋行には木版画の絵が付けられていた。漫画において扉絵とは他の書籍とは異なり、表紙を指す場合が多い。 雑誌連載の漫画には大抵の場合最初のページに扉絵がついており、ない場合でも作品の冒頭部分に作品のタイトルなどを大きく書いた作品広告的なページを設けている。本編の導入部を先にして2ページ目以降に扉絵を置く場合も多い。この扉絵は作品の入り口に当たるため作者の力がこもったものが多く、 作品本編とは異なった絵画としての魅力があり、ファンによる収集の対象となり得るものである。例えば、こちら、葛飾区亀有公園前発出所の作者である、秋元治は、辞書、量産と歩く、下町の中で、扉へは、読者が読んでくれるかどうかを決める重要なものであり、力の入る部分である胸を語っている。また、荒木博彦は、新人の頃に編集者から、 扉絵だけで見たくなる作品を作るよう求められたという、ありがとうございます。